モチベーションが上がりません。はなめてんの何やってんのモチベーションが上がらないってお前いくつだよって。そういうことを言われることあると思う。でもね、気持ちわかるよ。そうだよね。モチベーション上がんないよね。そんな日もあるよね。今日はそんなことについて話していきたいと思います。人生は変えられる石井隆です。まあ、今回はモチベーションが上がりません。というここのね、モチベーション問題に迫っていこうと思います。でモチベーションが上がらないって、そんな日もある。 もちろん。そう、日もあるっていうモチベーションもあるんだけど、まあ、そもそも、100日間モチベーションが上がりませんとか、5年モチベーションが上がりませんとか、まあ、そういう人もいると思う。で、これ何が原因かっていうと、まずね、目的地が決まってない。これがモチベーションが上がらない一番の原因。今日これから渋谷駅に行こうと思ったら、渋谷駅に行くよね。ここにモチベーションないよね。家からなかなか出たくないな、とかじゃないよね。 ただ、渋谷駅に向かうだけだよね。だから、目的地が決まっていないっていうのが一番のモチベーションが起きない原因。さあ、何かやれとか、さあ、行動しろって言われても、何していいかわからないよね。うん。立ち上がれって言われても、立ち上がって何をしたらいいのかがわかりません。まあ、選挙で投票に行けって言われたら、ああ、投票するのかなって思って、投票に行くかもしれない。でも、何かやれとか、行動を起こせって言われてもさ、それモチベーションがわからない。だってゴールがないもん目的地わかんない。だから まずね、モチベーションが湧きませんっていう時に、ゴールがあるかどうかを考えてみよう。大抵の人はない。80%の人はゴールがない。じゃあ20%。今度はゴールがある場合。例えば、ダイエットをしたりとか、体重を10キロ落としたりとかね。で、これ目標がある。けど、モチベーションが上がらない。で、ここに関しては、なんかやりようがある気がするよね。ダイエットをしようという目標が決まっていたりとか、あとビジネスを起こして、年少1億円を達成したりとか。で、これも目標があるから、 その目標に対してモチベーションが湧きません。っていう風になってる。で、この場合何が必要かっていうと、戦略なんだよね。戦略。うん。だからダイエットをしようと思った時に、じゃどの戦略で行くのっていうことが分からないとさ、断食をしたらいいのか。それとも胸肉だけ食べたい方がいいのか。スポーツジムに変えた方がいいのか。パーソナルトレーニングに変えた方がいいのか。これもね、人それぞれ違う。だから、その目標が決まった後は、今度は、ね、戦略っていう問題になってくるのね。どうやってやるのっていう。 だから、あの、モチベーションが湧きませんっていうのは、実は、細かく見ていくと、そもそも目的が決まっている場合、決まってない場合。決まってなかったらモチベーションが湧かないのは当たり前。で、目標が決まっている場合は、戦略がないっていうね。戦略がないということに気づくこと。じゃ、今度ね、戦略あると。例えば、ダイエットをしようと。筋トレをして、俺は痩せるんだと。いうふうに、こう、戦略が決まったとしましょう。で、その後に、筋トレをしたいけど、モチベーションが上がりません。という問題になってくる。 で、今度、ここになったらどうすればいいかっていうと、先生を見つけるっていうフェーズなんだよね。先生とか師匠とか。例えば、筋トレをしようと思っても、自分のモチベーションを上げてくれる先生とか、頑張らせてくれる先生に当たれば、すごく頑張れるよね。こういう人になりたいとか、ボディービルーチャンピオンですみたいな人がいたりとか、ものすごく自分を励ましてくれる人に出会えたりすると、筋トレははかどったりはすると思う。だから、好きな先生を見つけるっていうね。今度はこのフェーズになって。 で、先生を見つけてもモチベーションが上がりませんという場合は、これ何が間違ってるかっていうと、これ先生選びが間違ってるんだよね。優れた先生に出会うとモチベーションは湧いちゃうし、頑張ろうっていう気になるんだよね。だからそこでモチベーションが湧かないっていうのは、先生が悪い。で、先生の人格が悪いとかいう、そっちの先生の側のね、問題にするんじゃなくて、またこれも自分の問題にしていかなきゃな。自分の先生選びが悪かったんだと。他の先生に行ってみようとか、その先生にもっと相談してみて。 やる気が起きないんですけど、どうしたらいいですかとか。っていうのを聞けばいいんだよね。その環境に自分を持っていくっていうことが重要。だから、モチベーションが湧きませんって。うん。それはね、目的がなければそうだし、戦略がなければそうだし、先生がなければそう。まず、こういうふうに考えて分けていくと、あなたもモチベーションが毎日のように湧いてくるという人になれると思います。あなたは目的決まってますかまず、8段の人がこの目的がないというところでつまずいているので、モチベーションが湧かないと思ったら、 目的地が決まっていない。自分のスイートスポットが決まっていない。自分は何をしたいのか。何をしたら成功するのか。ここが分かっていないということだと気づいてください。こんな感じで、えー、あなたが人生を変えるヒントを僕は配信しています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。